疲れです。お疲れ様です。今日の企画なんですけど、はい、焼肉屋さん、高級焼肉屋さんに行く手なんですよね。さっきも多分違う動画で多分言ってると思うんですけど、ちょこれ時系列がまた後になるんですけど、はい、その高級焼肉屋さんに行って、まあちょっと談笑しながらご飯食べる、はい、っていう回なんですけどね、はい、なんとそこの店めちゃくちゃコースが高いんですよ、はい、でめちゃ美味しい、はい、で今ちょっと来てる箇所がスーパーですね。スーパー、あー多分ちょっと見えんと思うんですけどスーパーにちょっと社長が来る前にね、はい、こそっと来てるんですよね、はい。で今日の企画は何するんですか、リリちゃん。高級焼肉に安い肉を混ぜたら社長は気づくのか。舌超えてると信じたいんですけど、はい、まあでもなんか正直あの社長の感じだったらなんか分からなさそうじゃないですか。そうそう、見た目からしても何食っても同じ味みたいなって思ってそうじゃないですか、ね、でも多分いいもん食べてきてるんでどっちなんかなみたいな、はい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 、知りたくないですか皆さん。ああなるほど、知りたい。じゃあ店内に行ってきます。行ってみよう。はい、もうタンで行きましょう。いいですもんね。これ高そう。はい、じゃあこれで行きます。これで行きましょう。これ一つだけでいいです。そうですね。一つだけで。まあ多分ボリュームがすごいコースなんで。ああ、そうそう。多分これで行けますね。あ、10円落ちてる。ラッキー。買ってきましたよ。買ってきました。タンですね。これはだって焼いたら分からんすからね、うん、え、これも十分美味しいと思うんで多分そう大丈夫ですよ。ではじゃあ焼肉屋さん錦の、はい、なんていう店ですか。ショーアン。ショーアンさん、はい、もうめちゃくちゃ高いとこらしいです、はい、しかも一番いいコースです。1万円のそれにこれを混ぜる、はい、ビップ席にこれ混ぜたら雰囲気に飲まれて社長もうめえなって言ったようなはい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はもう疲れたね。疲れました。この間の動画でも言ったと思うんですけど、はい、3万チャンネル登録のお祝いと、はい、リリーちゃんが可愛いっていうことのお祝いと、はい、お前らがド M っていうことのお祝いで、はい、ラバラの一番繁華街の、はい、あの焼肉屋さん、はい、ショーアン、漢字がこれですね。漢字はこれ、はい、ショーアンさんで、ね、リリーちゃんの知り合いが、はいはい、ここで働いておるということで、今日来てみました、はい、もう早速もうちょっと料理ちょっと出ちゃって、すごいコースですか、これ。でコース一人1万円。うーん、はい、おーすごい。アザース太っ腹社長。アザース太っ腹。YouTube 万歳。でここビップルーム。ビップルーム別料金。はい。ありがとうございます。アザース。まあ、ちょっと先に入っちゃったんですけど。はい。まあ、いいか。乾杯。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。サンマチャンネル動画の動画。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。いつも後で思います。うまい。ウニとタン。うん、いくらです、ウニと、うん、いくらとタンですね。いや本当にうまい。ウニとタンですね。何気ないリリちゃん。そうですね。楽しんでますもんね。楽しんでる。楽しいです。楽しんでます、ね、本当。なんかはっちゃけた方が楽しいですね。はっちゃけていいだね。来たもうこれ超えたらもう無敵もうボディーペンであるわ。でもこの3人が一番メインみたいな感じだもんね。そうですね。これウーロン茶の濃いめでいいですか。あ、ウーロン茶の濃いめで。ウーロン茶とかあるんですかね。濃いめ多分あると思うんですよ。あ、じゃあ濃いめで。あると思うんですよ。ちょっとね常連か。お前も多分次バチャラ落とされるよ。ねもうバチャラ落とされたんですよ。お前ら2人絶対最後まで残ると思っとるでしょ。本当ですか。まあ次は本当ですよ。まあショーでしょうと思って。ちょだって一つっていい、バンクルはそれあるよ。権力ですね。権力じゃないですよ、やっぱ実力っすよ。これはまさにお前ら食ったことねえやろ。こんな高いんじゃないですね。俺しょっちゅう食っといて分かるし、ちょっと俺先食べたらいいです。食ったことねえやつから食い。あー、すいません、あたす。それで一番最初にやるんだろうな。いいじゃねえ。これいいってことか全然言ってるし。あ、そうなんですか。全然言ってる、全然。お会計それどれぐらい行くんですか、二人でいたら。お金見たことない、分かんない。さすがお金持ち。パーンなって。さすがお金持ち。別に安いとこでも美味しいし、高いとこでも美味しいけど、別に。ただ、まあ、味は言われたら絶対分かるな。すごい、でもハードル上げますね。逆にハードル上げますね。すげえ、まあ、そんだけ食っとるわ。あー、マジですか。酔っ払ってきたらもう、汗話しだしたんだよ。いや、いいと思います。いいよ、もうこれだ。え、俺にこれだ。俺にこれだ。あんまりリアルだ。すごっ。何だけだじゃん。ひ、え、千崎牛。ああ、よく食べる、よく食べる。どこっす？先の福島県の。あ、福島。こっちか。へえ。人の
った前から取られた人の肉って、まあ、そうだよね千崎さん人の肉ってやばくないですか人肉そこ積もったそこで積もった気になるめっちゃ気になったんだけど千崎さんめっちゃ気になる本当にうまいマジうまいほんま肉が全然違うわ俺わかるな大体とハイボールあ一口でいった一口でいったそうすごい一口でいったらうまいっすよね、うん、一口だともったいないぐらい肉がうまい半分でいってぐらい肉もうまいし柔らかいし溶ける口の中でほんと溶けるね、うんうん、めっちゃうまいね汚いわ汚いわ汚い汚いわだからもうこういうとここれのだわ俺もこれてないけど一緒やねもう来るマジではいこれはシャトーブリアンだうわすごいシャトーブリアンお待たせいたしましたまあまたこれから味見、うん、まあまあ一番やっぱ舌がこういうところだよなまた食レポまあ言ってよ食っとるなこれ食レポになってないけどねタメ口になったタメ口になった違うですよ食レポなんてやめるタメ口になった言うわ僕もそいつもね、いつもね、いつもね、感じですよ足りないぐらいですよ本当よシャトーブリアンねこれうまいわうまいっすか全然違うあ、うまい、ほんとにうまい、マジうまいありがとうございますあ、そうっすね、お世話あ、これでも飲みやすいマジっすかあ、全然違う飲みやすいじゃないな、これはいったっすねいったっすね乗せて、肉をはいちょ、俺いいっすか個人的に、はい、個人的にいいっすかどういうこと一応、3つ盗ましたじゃ僕食いたくないっすそんなこじゃあじゃあじゃあでもそう言ったらさ僕らもこの高級店でじゃあじゃあリリーちゃん抜きにしましょうリリーちゃんせっかく今日紹介してもらったもんで、はい、いい肉食べてほしいじゃないですかで、まあ、僕と社長とミッチーで食べて、はい、リリーちゃんには本当にいい肉食べてもらおうじゃあ帰ってくるの待ちましょう帰ってくるの待ちましょうバレんよねバレんよねルネッサンスうわっだいぶ飲んだっすね何食べます？まだ肉余ってますけど。いい肉は腹膨れるわ。あっさり系いきますか？あっさり系いきますか？トモ三角リブシンステーキ。トモ三角って聞いたことある？トモ三角って有名じゃない？結構。初めて聞いたっす僕らも初めて聞いたっす本当にだってこれ分厚い分厚いペランペランの分厚い分厚いペランペランの分厚い分厚いレッサン分厚い分厚い人の肉っすね分厚い分厚い食レポになってないけど食レポになってないけどそこに頼むそこに頼むトムさんが行きます行きましょうかトムさんからこれあんまり焼かんほうがいいんですかうわそれあんまり焼かんほうがいいですねサラッと肉しょサラッと火通して普通にこれいい肉ってのは本当にそうだ今日初肉とワインおワインだけだとやっぱ結構きついですねどうしようちょっとじゃあ食べないでしょはい食べないですよ食べないですよどうぞどうぞどうぞこれ全然違う。何だよ、どうした？いや、これやばいね、これ。全然違う。ちょっとやばいっす。トモ三角。はい。トモ三角。これトモ三角じゃないですよ。トモ三角。いや。意味がわかんない。ちょ、言います？言いましょう。さすがに。じゃあもうこれバレるわ。これバレるわ。全然違った。なんか。意味わかんない。え、いいですか社長、うん、これスーパーの牛タンなんですよスーパーの牛タンここに乗ってたんですよ今トモ三角ってやつにそのこの買ってきたやつ乗せて最初乗ってたいや違うんですよそれ多分前食べてるんですよそれ最初乗ってたのは多分社長食べてます社長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 トイレいや俺なんかそういうもんかなと思っただからジューシーさとかなんか全然ないよねないですないですまあ確かに硬いし
さっきから全然違う。うまーいってのないね。ないですね。何も言わんかったですもんね。こんなに違うんだよ。何も言わんくて。で、僕らも無理だと思って。食べた瞬間分かったっす、ね、食べた瞬間分かって。お店にも社長にも失礼。すいません。すいません。なんかすいませんでした、ほんとに。すいませんでした。そうです。いや、でもちょっとこんな失礼な企画に。俺リーちゃんと恋愛してるドッキリしたときに、はい、俺完全にもうガチャだった。ああ、こういうのがストッカーになる。そういうね。俺じゃあ本当にさ思うよさ、リーちゃんロス好きだった。そうですね。間違いないです。リーちゃんまあまあ。じゃあ面白い。じゃあじゃあじゃあ。これじゃないやん。言って俺からちょっと言い出して。はい。俺は直接聞きたい。はい。まあそれが一番幸せですもんね。リーちゃんのことぶっちり本当好きやろ。いや、好きなんです。嫌いです。嫌いです。それ違う。それは、あれアルコール、アルコール入っとった、アルコール。リーちゃんにも嫌いだし。いや、ね、俺ドキリはめようと思ってたの。そうだ。ただちょっと、うん、はめればちょっときつかったね。きつかった。ちょっと無理だった。すいません、失礼な気を考えて。いや、全然。リーちゃん、リーちゃん悪くないから。リーちゃん悪くない。言ってることさっき嫌いって言ったけど、はい、なんだかって思うんですよ。いや、無理です。かわいそうかわいそうリーちゃんイエーイイエーイ何これ、じゃあそういう動画じゃなかったんだ。そうっす、じゃなかったっす。それは熱く語ろうぜっていう動画じゃなかったじゃないっす。全然違ったっすね。下の超えすぎた社長が悪い、うん、そう結果それってことですよね。ちゃうんじゃない、まあ、最後にちょっと、はい、チャンスはい、はいはい、手を抜くすぎだろ。いや、無理です。